激辛ジョニーです。今日もみんなわしに火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、そしたらですね、激辛遠征シリーズということで、今回は富山県富山市にあるラーメンエアストリームさんにお邪魔しております。こちらですね、辛味噌ラーメンという一番辛味の効いた、なんか酒粕となんか味噌を使って辛味を出したラーメンがあるんですけれども、今回はですね、これ辛さレベルが、選べます。3辛から始まり、1辛、2辛、3辛とで、4辛から10円ごとにこうアップしていくみたいですけど、どうやら話を聞くと お店の最高級が45辛ということで、今回は、新記録を打ち出すために50辛に挑戦していきたいと思います。どうやら話を聞くとハバネロを使った感じで辛みを出しているそうなんですけど、まあ、ハバネロも強烈な唐辛子ですからね、レベルの高いこう辛みがあるのかなと思いますけど、まあ、もちろんね、辛みもさることながら、美味しいということで評判の辛味噌ラーメンになっております。それでは、いつものようにですね、こうツイッターの、行った人の感想をちょっと見ていきましょう。お昼、富山エアストリーム辛味噌10辛プラススパイシーニラ、富山で食べた中で一番辛いかも、途中水も飲まなかった、25から食べた人もいるらしい、キャロライナリーパー経験済みだから無問題、店よりズルズルいきましたか。なるほどなるほど。まあ正直ね、どれぐらいのこうパンチ力があるのか、あれですけど、まあ、今日もね、激辛バトルしていきましょう。おお、来た、こっちもかうまそう。わー、なんだこの香ばしいの、おいしそうだなこれ。いただきます。さ、ラーメンエアストリームさんの辛味噌ラーメン50辛、お手並み拝見ですよ。さすがハバネロを使ってあげて辛みが強いね。スープ本来の旨味もあります。入っている具材はこれキャベツ、あ、これレタスか、レタスに、あとこれそぼろ、鶏のそぼろ肉、珍しいですね。あといろいろ入ってます。唐辛子、もやし、などなど、具材が入っています。非常に辛みが強烈ですね、やっぱハバネロ。しかし美味しい、上品ですね。美味しい、いいですね。この彩りも豊かですね。このレタスね、野菜も摂取できると、このラーメンで。お肉が香ばしい。これ50辛ですからね、一応辛さ増し料金は500円かかります。ハバネロが強烈だ。体の内側から温まってまいりました。
しょ俺も。麺はほぼほぼ終わったんでね、残りこのスープを飲み干してこの激辛が取りに来ますね。結構辛い、結構辛い。これがね塩バージョンだったら岐阜タンメン並みに辛いかもしれない。味噌なんでちょっとこう緩和されてるような、緩和というかハバネロは過去に世界一ね、ギネスに登録されるような唐辛子じゃないですか。十分辛いです、十分辛い。あの一味唐辛子とかはね、なんか単純に何倍足してもそんな辛さ変わるんですけど、ハバネロはやっぱり辛さ変わってきますよ。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。ラーメンエアストリームさんの辛味噌ラーメン50から辛さレベルじゃがな辛さレベル8です。8です。はい、いやーもうね彩りも鮮やかで、こうレタスとか、シャキシャキ食感のもやし、はい、非常にこう野菜も摂取できて、なおかつ辛い、うまい、辛うまい、商品ではなかったんですが、何でしょうか。スープは本当にあと一口が思わず尻込みするような辛さでしたけれども、非常にこう美味しく食べられるような、辛さ具合でした。でもね、パクチーの周りが今でもこうピリ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 辛くなりました。ここまで来ると本当辛さがより引き立つんでね、50回とか挑戦するときは事前にこう牛乳とか、ヨーグルト、そういった乳製品をお腹に入れてからこう挑戦するといいかもしれません。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。